ステシコロスは古代ギリシアの叙情詩人である。ステシコロスと長母音表記されることもある。シケリアのヒメラの出身。ステシコロスという名前はコロスを建てたものという意味である。ヘルニズム時代のアレクサンドリアの学者たちは、ステシコロスを旧歌唱詩人の一人とした。他の八詩人同様、ステシコロスの作品のほとんどは失われているが、断片や、 後世の著作での引用や説明を通じて、現代でも知られている。スーダ辞典は、ステシロコスの出身地について、シケリア島のヒメラの他に、南イタリアのマタウロスとする説を挙げ、生没年は、それぞれ、第37オリュムピア紀、第56オリュムピア紀と伝えている。親については、エウクレーデス、エウエテス、ヘシオドスの3つの説を挙げている。また2人の兄弟、 気化学者マメルティノスと立法家ヘディアナクスがいた。作品は全26巻。本名はティジアスだが、コロス・ショーロスを初めてステサイスティーサイしたために、ステシコロスと呼ばれたという。トロイア戦争を扱った、いくつかの詩がステシコロスの作品と考えられ、他にもアイスキュロスのオレステイアは、ステシコロスの同盟作品の影響を受けたものだと信じられている。また怪物。 ゲリオンについての詩も断片が残っていて、12の工業の10番目の命令として、ゲリオンの赤い牛を盗むことになったヘラクレスがゲリオンを倒すという内容である。ステシコロスはまた、そのパリノードとそれを取り巻く伝説でも有名である。伝えられるところでは、ステシコロスはヘレネとトロイア戦争の伝統的な物語について否定的な詩を書いたところ、 たちまち盲目になってしまった。そこでヘレンについての非難を撤回するパリノードを作ったら奇跡的に視力が戻ったということである。以降、ステシコロスは本当のヘレネはエジプトに残り、その父ゼウスが作った幻がトロイアに行ったという考えを推し進めた。プラトンはパイドロスの中でステシコロスのその断片の出だしを書いて現在に伝えている。 その話は真実にあらず、ナンジエレネはよく漕ぎ進む船には乗らず、ナンジトロヤの街にも行かず。一般に、ステシコロスの作品は、ホメロスの作品と密接に対応していると言われている。ステシコロスは、女子史的なテーマを好んだが、ホメロスと違い、性愛史で有名である。アテナイオスは、ステシコロスの恋愛家は有名で、パイデーアとパイリカとして知られる種類のもの。 すなわち、少年愛の歌だったと言及している。英語版、ギリシア語版では、紀元前640年、紀元前555年。ドイツ語版では、紀元前630年頃引く、紀元前556年頃と、ばらつきがある。数ダ辞典。プラトン、パイドロス243ビット、パーシー、ピアニッシモ、167から168。ありがとうございます。